Welcome to ThinkTech Hawaii. こんにちは、ハワイ。A Japanese language broadcast streaming live from downtown Honolulu and available on YouTube. I'm your host, Yukari Kunisue. And today at the studio, we are going to have Ms. Norie Green. She's the only one and only beauty and cosmetic writer. Also, she's a YouTuber.ホノルルのダウンタウンから、ThinkTech ハワイが日本語でお届けしています。こんにちは、ハワイ。ホストの国瀬ゆかりです。今日の放送は、ハワイで唯一のコスメ&美容ライター、そしてアナウンサー、さらに YouTube を、YouTuber で、発信させていらっしゃるノリエグリーンさんにスタジオに来ていただいています。ノリエさん、今日は忙しいところ、本当にありがとうございます。こちらこそありがとうございます。はい。まずこのタイトルがですね、はいOne and only、唯一の、はい、コスメ美容ライターということなんですが、はい、その辺から少し説明をしていただいてよろしいですか。はいはい、唯一といっても多分ハワイにこれだけコスメオタクがいなかったという、はい、それだけの話かもしれないんですけど、コスメオタク、はい、っていうのがあるんですね。もう本当にコスメが好きで好きで、はい、もうどうしようもなくてライターになった、コスメライターになったという感じです。はい、なるほど。そのコスメ、はいっていうのはですね、まずその美容とはちょっと違うんでしょうか。もともとコスメって言いますと、いわゆるお薬だ、お薬、体を守るためのものだったりしたところから歴史は始まったりして、はい、まあ、エジプトの、はい、なんていうのかしら、すごい有名な、はい、アイラインが真っ黒な、はい、そうですね、クレオパトラのですね、はい、あれが美容というか、まあ、コスメの始まりとか、まあ、いろんな説もあるんですけれども、はいはい、まあ、例えばアメリカだったら、はい、最初にそうですね、寒い地域で肌を守るために、うん、唇のあれ、唇のひび割れは守るために、うん、ね、はい、どういったものがいいかっていうのを追いかけていった時にコスメにたどり着いたっていうような歴史もあるので、はいはい、まあ、要は私の場合はアトピー性皮膚炎が自分でアトピーがあった、はい、今でもやはり、はい、それに悩んだりしているの で、 そうなんです、ね、最初はそこから入っていったんですよね。はい、なるほど、はいはい、じゃお薬の感覚 で、 そうです、ね、その美容こう色をつけるとかっていうことよりも健康的な肌、はい、そうです、そして生活のスタイルでしょうか、はい、そうです、そこがコスメということですね。はい、そのコスメライターというのは、はい、何を中心に書かれるんですか。はい、もう本当にコスメ全般ですね。うん、日本の皆さんに、私自分で例えばですけど、はい、ハワイのローションがあったとしますけど、はいはい、そのハワイのローション自分で使って本当にいい、うん、まあ、自分の肌が実験台のようになって、はい、これなら日本の女性におすすめできるって思うようなものしか書かないっていうのがもう私の本当にまあちょっと頑固に続けているところなんですけ ど、はい、まあ、いわゆる美容ライターの方ってちょっとここにこうつけて、はいはい、テクスチャーがこうですって書く場合、まあ、プロなので書けるんですけど、はい、それだけはちょっと絶対したくないと思ってまして、はいはい、自分でつけてみて、うん、日本の女性だったらこのぐらいの強さだったら大丈夫って思うようなものしかで、その、まあ、全般ですね、ハワイのコスメ もちろん大好きですし、うん、アメリカ、はい、日本に未発売のものだとか、はいはい、今のトレンドのものだとか、うん、もうこういった発色素晴らしいと思うと、うん、やはり色のついたものもご紹介することがありますし、うん、はい、もうそういった、まあ、いわゆる化粧品、日本でいう化粧品全般を、はいはい、書いてらっしゃる、書いて原稿に書いてっていうことは、その自分で実験台にするっておっしゃいましたけど、はい、じゃあその一回ちょっちょってつけたんじゃなくて、うん、じっくりつけてみる、じっくりつけみる1週間なり1ヶ月なりって、そういう感じでやってらっしゃるんですか。はい、まあ、だんだん、まあ、プロとして慣れてきてますので、実はつけた瞬間に分かります、ほぼ、はい、90%、はい、あ、これはこれぐらいのナチュラルさだなとか、いや、これはちょっとかけないだろうなとか、はい、そういったことは大体わかるんですけど、やはり自分で、うん、まあ、お肌のターンオーバーが2週間ぐらいってよく言われてますので、はい、ははできれば時間があれば2週間、うん、2週間はつけてみる、じっくりつけてみて。すごいですね、すごい良心的に書いてくださってる感じですね。でもその今こうお店に行くとですね、いろいろこうナチュラルとか、ね、はい、オーガニックとかっていっぱいあるじゃないですか。はい、で本当に買う方としては、うん、何が本当にナチュラルなのかってちょっと分かんないですよね。はい、そう思います。ライターの方としてはどういうところを、はい、まあ、消費者として見るといいと思われるんでしょうか。そうですね。本当にオーガニックって一言で言っても、うん、アメリカの基準、日本の基準、フランスの一番厳しい基準ってもう全然違っていくので、はい、そこにフォーカスするよりは、うん、やはりこう自分で正しい情報というか、うん、まあ、できれば成分表示をちゃんと
成分表示を読みなさいということですよ皆さん。見ていく、私これもオタクなんですよ、はい、これ見ているだけで楽しいのでね、はい、楽しいそうですね。私なんか老眼鏡がないと見えないのでついスキップしてしまいますけれど、あとはもう本当に環境にいいものは体にいいというか、はい、例えば日焼け止めなんかですととても分かりやすいんじゃないかなと思いますけど、日焼け止めの成分の中でサンゴによくね最近ありますね、ご存知ですよね、はいはい、お聞きしたことがありますか、はい、ありますあります、はい、まあ、使っちゃいけないものとかね、はい、そうですそうです、はい、特にハワイはこれから規制が始まるんですけれども、うん、そのサンゴにとって、うん、ハワイ、まあ、ハワイだけではなく海の海洋生物にとって、はい、良くないよって言われている成分は当然人間の肌にも良くないと、うん、はい、それは使わない方が、なるほど、はいはい、ではその、まあ、今ののりえさんのお話ですと、自分にいいとか匂いがいいとかってそういうことだけじゃなくて、はいはい、自分つまり、環境の一部としての自分にもいい、で環境にもいいものを、はい、まあ、成分表示をじっくり見てですね買ってください使ってくださいと、でそれを、まあ、プロモートして書いてらっしゃると、はい、そういう感じですね、はい、です、はい、どういうところに書いてらっしゃるんですか。一番私が今ハワイで、はい、好きな媒体でもあるんですけど、はい、個人で好きな媒体でもあるんですけれども、はい、アロハガールという、アロハガール、はいはい、ウェブサイトで簡単に引いていただけるとすぐ出てくるんですけど、アロハガールです皆さん、はいはい、ぜひ興味がある方は、はい、Google で、はい、探していただいて、はい、アロハは、ローマ字でもうカタカナでアロハガールで、はい、出てきますね、はいはい、あとですね、こののりえさんはただその美容ライターとかコスメのオタクでいらっしゃるだけではなく、うん、いろいろ他の活動もしていらっしゃるということで、ご紹介いただいた時にこのボランティア団体を立ち上げたということもあるということです、うん、はい、ちょっとお話いただいてよろしいですか。もうね、今本当に仕事に追われてですね、はい、と楽しそうに言っていますけどねなかなかこのボランティアにこう集中ができなくて、それが本当ジレンマではあるんですが、はい、日本にいた時に、まあ、はい、いろんな出会いがあったり、あとは海外に、うん、バックパッカーみたいにして行ってた時期も若い間ですね、はいはいはい、こういうカニ族ですね。あ、そうです、はい、そうです、もうそれこそメイクなんて全然なしで、はい、真っ黒になって日焼けして、はい、スラムに行ったりとかっていうことが若い頃あったので、はい、スラムに行っていた、はい、スラムっていうとアジアの、そうですね、インドとかそういう感じですか。主にそうですね、フィリピンだったりタイだったり、そういうところに行って、東南アジアのスラムなどに、はい、ところに冒険をしに行っていたと。そうですそうです、そういうところで出会ったこととか見たものとかがきっかけになって、はい、何かできることがないかなって思ったのがきっかけですよね、はい、なるほど、はい、で、それを日本で立ち上げられたということですか。そうですね、はい、まあ、皆さんご存知かと思うんですけど、うん、国連っていう組織がありますよね、はいはいはい、その国連ってやはり私たち一般のものが、うん、その何も手をつけられないんじゃないかっていう、なんかちょっとこう敷居が高いですよね、みたいな感覚がありますよね、はい、ありますよね、はい、なので、まあ、そういう、実はそういうことはなくて、うん、日本には、うん、日本ハビタット協会っていう、ハビタット協会、はい、国連の中の組織の一つで、はい、国連ハビタットっていうものがあるんですね、はい、でそれは有名ないろんな国連 の、うん、組織と同列にあるものなんですけど、はいはい、ハビタ日本は、あ、ごめんなさい、ユナイテッドネーションの中の、はい、国連ハビタットというものを支援している日本ハビタット協会っていう、はいはい、まあ、いわゆる本社があって、支社 が日本支社があるみたいな、はい、そうですそうです、すいません、ちょっと邪魔させていただくと、ハビタットっていうのは、うん、私も含めて知らない方が多いと思うんですが、はいはい、何を指して、難民とかそういうことですか。そうですね、うん、それはですね、こういわゆる生活、うん、私たちの生活を、うん、環境を、うん、なんていうのかな、向上させていく、で自分たちで自立して生活を立ち上げていくっていうものなんですね、うん、例えばですけど、はい、例えば大きな災害が起きます、はいはい、起きた時にそこで本当に何も失ってしまったら、何もかも失ってしまったら、うん、支援物質を待ちますよね、はいはい、お水をください、電気を待ってます、はい、ブランケットが欲しいです、うん、もうそれ第一段階ですよね、はい、でその後ただ物をもらっていくとかっていうだけでは人間的な生活はできないじゃないですか、うん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 、ここでもう一度家のなんていうのかしら、こうお手洗いだったり、うんうん、あとはお水だったり、はい、井戸だったり、そういったものを自分たちの手で立ち上げて、そこで自分たちでこう生活することができるようになる、独立した生活、ね、自立した生活ができるようにする、はいはいはい、そこ町を立ち上げる、もう一度再開発するというか、うん、でさ、もう全部災害で失ってしまっても、もう一度そこに
自分たちの生活を立ち上げていくっていうようなお手伝いをする、まあ、大きく言えばそれがハビタット、そうですね、っていうことは災害だけでなくても戦争とかもあるわけですよね、はい、か貧困がもともとある国とか、はい、そういうところに行っていらした。そうですね、まあ、私が実際に行くっていうよりも、うん、やはりそこのお手伝いというか、うんうん、日本でそこ の、 もう遠い世界のことだと思わないで、もっと身近に感じて、はいはいはい、それをやはりこう感じる、そして自分が何ができるか、はい、その例えば戦争地帯でそこで自分がボランティアをするなんていうのはもう100人に1人もできないことじゃないですか ね、 ね、はい、けれどもその貧困地域にいる、うん、本当にたった一食のご飯に困っている人たちのために、うんうんうん、じゃあこっちで何ができるか、うんうんうん、じゃあそれはもしかしたら募金、ほんのちっちゃい募金だったかもしれないし、はい、ちょっとしたセミナーに参加して、うん、自分が少し意識を変えて、うん、また違うところに広げていくことかもしれないし、うん、そういったこう啓蒙活動というかね、そういったものをさせて、そのもともと国連の司書があった日本に、でそのまたもうちょっと小さな、そうですね、はい、そうです、それは立ち上げられたんですか、はい、それは何、それはハビタットフレンズ仙台というちっちゃな、ハビタットフレンズ仙台、仙台、はい、で仙台のご出身なんですか。出身は違うんですけれども、はいはい、もう離婚結婚いろいろ繰り返してます。離婚結婚がいろいろ繰り返されたそうです。はい、もういろいろ噛み、本当ゆっくりしたい、はい、いろいろ噛み締めまして、はいはい、もうカッコつけても仕方がないので、なるほど、全然カッコついてますけどね。はい、じゃあ仙台にいた時に、そうです、そうです、うん、はい、なるほど、なるほど、はい、でもまあ仙台というのは今回のその東北の震災の時にもいろいろそういったボランティア活動がね、こう、はい、黙々と目覚めたというか、そうなんです、それもありましたよね、はいはい、その2011年の、ね、大震災が起こった時に、うん、私は実はその時もすでにハワイにいたんですが、はいはい、その時に2008年に私こちらに来ましたのでね、はい、でその時には、はい、ハビタットフレンズ仙台の私の仲間たちが、うん、もう本当に真っ先になって、うん、自分の家が被災、うん、自分が、うん、被災被写だけではなくって、その家に住めなくって避難所に行かなければいけないような、うん、私の後輩たちが、はい、自分たちがもうそれで立ち上がって、それでみんなのためにいろんな、うん、活動をしたっていうこともありますし、うん、そうですか。でもそれはのりえさんがいた時に、はい、その種を撒いてきたわけですよね。いや、もう本当に撒いただけで育ったのは本当にみんなが育ってくれたので、本当にみんな頑張って活動してくれてますけ ど、 なるほど。でそういう意味でその、はい、まあ、環境とか平和とかそういうことにとても興味がおありになるという感じですね。それではちょっとI think we're going to take a little break here. And... Aloha! My name is Wendy Low, and I want you to join me as we take our health back. On my show, all we do is talk about things in everyday life, in Hawaii or abroad. I have guests on board that will just talk about different aspects of health in every way, whether it's medical health, nutritional health, diabetic health, you name it, we'll talk about it. Even financial health, we'll even have some of the Miss Hawaii's on board and all the different topics that I feel will make your health and your lifestyle a lot better. So come join me. I welcome you to take your health back. Mahalo. Aloha. I'm Keisha King, host of At the Crossroads, where we have conversations that are real and relevant. We have spoken with community leaders from right here locally in Hawaii and all around the world. Won't you join us on thinktechhawaii.com or on YouTube on the Think Tech Hawaii channel? Our conversations are real, relevant, and lots of fun. I'll see you at the crossroads. Aloha. We are back from break. I'm Yukari Kunisue, and this is Konnichiwa Hawaii, talking with one and only cosmetics and beauty writer and YouTuber in Hawaii. ライブでお届けしております。Think Tech Hawaii の日本語番組、Konnichiwa Hawaii。今日はハワイで唯一のコスメ美容ライター、アナウンサーもしていらっしゃり、YouTube も始められた、のりえグリーンさんにお話を引き続きお伺いしていきたいと思います。はい、今ちょっと YouTube の話をちょっとさせていただいたんですが、はい、そのピースの話、うん、ハビタット、うん、それからコスメ、環境、はい、いろいろやられて、はい、今度は YouTube も始められたということで、YouTuber という、はい、タイトルも入ってるんです。はい、どんなことをされてるんですか、YouTube を使って。はい、もう実は、
アップされてたった2日なんです、ね、はい、まだ2本ほやほやですね。そうなんです、はい、まだ湯気が立ってます。そうなんです、はい、もう本当でもね、はい、まあ、ライターをさせていただいてたおかげもあって、はい、本当にたくさんの方たちにもチャンネル登録とかしていただいて、はい、本当にありがたい。たった2本でもありがたい、はい、素晴らしいですね。ね、はい、本当にその YouTube を始められたっていうと、はい、まあ、その趣旨とですね、うんうん、ライティングとちょっと違うわけですよね、はい、媒体が、はい、それはどうしてそれをされることになったんですか？私はね、書くことがやっぱり本当に好きでライターを続けてるんですけれど、はいはい、もちろん、はいはい、でやっぱりアナウンサーでもあるので、はい、こうやっぱりね、文字で伝える、それから言葉で伝える、両方私にとってみたら同じなんですね、感覚が、はいはい、で、お見せしたいコスメをやっぱりお見せしたいとか、この海の綺麗さの波の音を伝えたいと思った時に、YouTube になってしまった。なったんですね、はい、もちろんその文字の方が伝えやすいところとか、はいはいはい、例えばインタビューで、例えばゆかりさんの、ね、うん、インタビューを書かせていただくとしたら、はい、おそらく文字の方が伝えやすいところもあると思うんですよね、はい、でももしかしたら YouTube の方が伝えやすいところもある、まあ、一見はですよね。そうなんです。いろんなところで、こういう人かっていう感じで、はい、いろんなところでこう良さがあるので、はい、その良さをピックアップしたいなと思ったのも一つはありますよね。なるほど。YouTube でいろいろな媒体を使うという一つのツールという意味ですね。はい、そうなります。はい、なるほどですね。Hey, we are going to show a little bit of her new, brand new YouTube here. ワイキキビーチに来ました。レナーズ。じゃじゃーん。ビーチ見ながら食べよう。ビーチ見ながらっていうかさ、違うね、海見ながら食べよう。何なんだそれ。いや、まだね、すごいあったかいの、出来たてだからさ、夕暮れのワイキキビーチでレナーズ食べます。こんな幸せがハワイだからできるんだよ。行くよ。おいしそう、見て、ほら、でこれがリヒムイ、リヒンって書いてあるんだけど、リヒムイって言ったりリヒンって言ったりするの。これハワイの梅みたいな感じで、ちょっと酸っぱいサワーな感じのパウダーをかけてるのと、それからこれが、レギュラーのシュガーで、これはこっちがバナナかな、今月のフレーバーって書いてたスペシャルなバナナで、これが私大好きなんだけど、カスタードクリームです。じゃあね、食べてますよ。いい、ここ行くよ。どれ食べようかな。リヒムイ、みんな興味あるかな。これリヒムイ、ほら、ちょっと赤いパウダーついてるの分かる。ちょっとね、ふんわりサワーな感じかな。いただきます。出来たて、うん、まっ、うん、ふわふわだよ。ふわふわ、出来たて本当に美味しいんだよね。ね、これちょっと後で食い食べる。いやー、美味しいそうです、ね、スタジオの中でもうなんか匂ってくる感じですよね。スタジオのスタッフさんたちもこれを見てキャーキャー言ってますけど、はい、持ってきてほしいそうです。はい、じゃあその食べ物とかですけれど、はい、コスメの方も発信していらっしゃるんですか？はい、そうなんです。これからまだ2本しか、はい、アップはされてないんですけれども、はい、どういった頻度っていうんですか？実は今1日1本ずつ。1日1本、はい、私が頑張ってるんじゃなくて編集の方が頑張ってます。あ、でもこれは何分ぐらいの？今はですね、うん、10分前後のものが出て2本出てるんですけれども、はい、これからはちょっと短いものも、はいはい、いろんな形で出していこうという。なるほど、なるほど、はい、じゃあちょっと説明していただいて、はい、もしサブスクライブ、はい、したい方はどこを見ればよろしいんでしょうか？ですね、ハワイ在住のリエグリーンのYouTube チャンネル、ハワイ在住のリエグリーンの
ハワイ大好きですね、うん、はいはい、これでちょっとググっていただきますと、はい、チャンネル登録できるかと思うのでぜひよろしくお願いします、はい、では私も早速マラサダを見るためにハワイ大好きノリエグリーンだそうです、はいはい、よろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、では引き続きですね、はい、ちょっとこのいろいろな多様なことをされているノリエさん、コスメ、はい、ピース、環境、はい、まあ、いろんな媒体を使われて、うん、でハワイでそれを発信していらっしゃる、うんうん、でそういう、こういろんなところの、もう普通の人だったら10人ぐらいの人がやることを1人の人がやってるわけですよね。でそれはご自分の中ではどんな、こうなんていうんですか、一本のこう筋が通っているっていうのがあるんでしょうか。はいはい、やっぱり鋭い質問ですね。あ、鋭い質問です。鋭い質問では答えをお待ちください、はい、いや私の中ではですね、全部女性の幸せにつながってるんですよ、はあ、女性の幸せにつながる、はいはい、女性と子どもの幸せにつながっている。女性と子どもの幸せ、はいはい、ちなみにお子さんもいらっしゃるわけですね、はい、そうですね、はい、娘もいます。一人娘がいますけれども、はい、日本でそもそもボランティア団体を立ち上げた時に、はい、フィリピンに行った時ですね、うん、スラムの中で、はい、一人のお母さんが私のところにね、赤ちゃんを連れてきたんですよ、はいはい、フィリピンのお母さんが赤ちゃんを連れてきた、はいはい、もうボロボロです、はい、もうスラムですから本当にもうお母さんの洋服も、まあに、まあ、本当失礼な言い方ですけど、ハワイで想像していただくと本当にホームレスの方たちとかいるじゃないですか、はいはいはい、ああいう感じのお母さんがね、うん、赤ちゃんを連れてきたんですよね、うんはい、私その時娘も連れてボランティアに行ってたので、娘さんはいくつぐらいだったの？ちょうどね2歳ぐらいでした。2歳ぐらいの赤ちゃんを連れて、はい、ボランティアをしたお母さん、はい、だから2歳まだ行ってなかったかな。で娘はね、はい、そこでつやすや寝てるんですよ、ぷくぷく太ってね、はい、そしたらそのお母さんが連れてきた赤ちゃんは、はい、もう死ぬのを待ってるっていう状態ですよ。うーん、ね、それで私ガリガリに痩せてる感じですね。そうですそうです、はい、でその時に連れてこられた時に、お金が欲しいのか食べ物が欲しいのかなって一瞬まだその時思ったんです、はい、でも違うんですよね、はい、本当に自分がお母さんの気持ちになって、子供がもう本当にいつ死ぬか分かんないっていう時って、抱いて欲しかったんだと思うんです、そのお母さん私に、その子をね、可愛いでしょって連れてきたんだと思うんですよ。この子何とかしてくれませんか。でその時に私が抱いて、その子のために何かその時にできることをしてあげたらよかったなって、あの時私はその子の例えば病気を持ってるかもしれないとか、私が何したらいいんだろう、そこで子供を抱けなかった、抱けなかったの。でもそれが私もう今でも後悔なんですね。そのちょっとトラウマになってらっしゃるんですね、うん、心がね、トラウマというかね、後悔ですね。後悔ですか。お母さんとしての後悔、はい、なるほど、女としての後悔、子供を、誰かを愛して子供を持って、女として幸せになろうとして、そのお母さんだって子供をね手にしたわけでしょ、はい、その時にそれをこう、あ、よかったねとか、この子のために何かできるかなとか、うん、同じ人間としてお母さんとして女として何もしてあげられなかったっていう、その後悔が、まあ、ボランティアにつながったりとか、なるほど、うん、でやっぱりコスメであるっていうのは、本当に女って辛い時あるじゃないですか。ありますね、いろいろね、あるでしょ。女じゃなくてもありますけど、ありますよね、女の人はもっとありますね、ありますよね、はい、その時にお風呂に入った時に、本当にいい香りのバスソルトがお風呂の中にあっただけで、もう一回涙を拭いて立ち上がれるとか、もう、あ、今日本当仕事に行きたくない、辛かったって思っても、似合う口紅をつければ、なんとか今日も頑張って会社行ってみようかなって思ったりとか、でそれが私にとってのコスメなんです。なるほどね。女性を応援するものっていうか。で特にその赤ちゃんのお話ですけれど、まあ、抱けなかった、でもそこに自分のお嬢さんは隣で健康的にすやすや寝ていた、はいはい、でその子のためにできなかったこと、そのお母さんのためにできなかったことを、その子にはしてあげられなかったけれど、のりえさんができるいろいろな、まあ、技術とか経験を使われて、なんとか還元していきたい、貢献していきたいと、はい、そういうところでつながっているという、そんな感じでしょうか。ね、はい、いいお話ですね、ありがとうございました。今そのプクプクしたお嬢さんは何歳になられました？プクプクはね、今もうすぐ17です。相変わらずプクプクです。、はい、いいですね。お嬢さんもそういったことに興味は示されていますか？そうですね、娘は今海洋生物とかにすごく興味を持っているので、サンゴを守るための、はいはいはい、じゃあお母さんと同じところにいますね、はい、まあ、どうですかね、まあ、反発はしてますけどね、はい、あ、そうですね、まあまあ、お母さんですからいろいろ。でもう一つちょっと最後にお聞きしたかったのは、はい、セミナーなどもされているそうで、アロハフォージャパンとか、平和公園、
銃を持たない子どもを育てるママたちのセミナーというとてもユニークな、うん、あの活動もされているそうなんです。これはちょっと簡単に、はい、それ日本であの、うん、力を入れてしてきたものなんですけど、はい、やっぱりあのなんていうのかな、少年兵とか、うん、あのいますよね、アフガニスタンとかね、はいはい、うん、そういう子どもを育てないっていう動きを、うん、ちょっとお手伝いしたいな。なるほど。その戦争って大きい課題なんですけど、はい、例えばもちろん環境もそうですし、うん、貧困もそうですし、うん、本当に大きいものなんですけど、うん、何もしなかったら何も始まらなくて、そうですね、ワントロップでいいんじゃないかと、はい、私の力なんてもう本当に大会の中の一滴だと思うんですけど、うん、何もしなかったら絶対後悔するから、はい、もう一つのドロップを投げ込むだけ、うんうん、あの平和って何とか戦争ってどんなに辛いとか、はい、もうそれが私の知っている範囲で、うん、あのまあ、いろんな活動ができたらなと思ってます、ね、なるほど、ということは、まあ、これ、うん、皆さん見ていただいている方もそうだと思うんですけど、どうせまあもういろんなことが問題が世界には多いし、うん、環境にも多いけれど、うん、私にできることはまあ限られているわと思ってらっしゃる方も、堀江さんのようにちょっとでいいので、一つでいいので何かしよう、もうストローを使わないだけでいいと思う。ストローを使わないだけでいいですね。プラスチック問題、はいはい、ストローを使わないで、うん、あのジュースの時に、はい、あストローいらないですよって言ってこのまま飲むとかね、はい、あと自分でストローを持ってきてそれを使うとか、もう本当そんなちっちゃいことでも絶対変わる、はい、それがたくさん集まったら地球変わるじゃないですか。そうなんですよ ね、 ね、うん、変わるじゃないですか、はい、そんなちっちゃい、そんなメッセージものりえさんは YouTube やライティングを通じて広めていらっしゃるということですね、はいはい、最後になりますけれど、はい、今後どんな方向で、いろいろな方向があるみたいですけど、どんなところに今のところあの力を入れていきたいと思われてますか。うわー、そうですね、もうやっぱり女性の幸せっていう最初 の、 うん、あの目的をからずれないで、はいはい、後悔しないよう、後悔しない自分でいたいと思いますね、はい、女として。ありがとうございます、はい、女性の幸せに、それがコスメ、美容、そして環境、平和につながっている野礼さんのお話でした、はい、はい、ありがとうございます。そろそろ時間が来たようです。野礼さん、はい、本当に今日忙しいところ、楽しいお話をありがとうございました。いいね、フィリピンの話初めてしました。あ、そうですかとてもいいお話でした。 OK, we are out of time here. Noria Green, thank you so much for coming. Stay tuned for more shows in Japanese. Thank you all for watching Think Tech Hawaii. I'm your host, Yukari Kunise. See you next time.